普通は信用と信頼って区別してるんですけど、信用なんです。日本語で信用って言いますね。で、条件付きですね。で、世の中の多くのケースは信用関係、条件があれば信じます。でも条件なしで信じることはない、ね、でもね、対人関係にそれを持ち込んじゃいけないです。だから好きな人との関係の中でもね、条件持ち込んでる人って結構多いですね。あなたが私を愛してくれるのであれば、あなたを愛してあげます。でも今の話だったら分かるでしょ、ね、逆に自分が条件つけられたらすごく嫌だって分かるでしょで、親子関係でも一緒ですね。子供を競争させる親は子供を見てないです、ね、受験に成功する子供が OK なんですでその時は子供は親の期待に沿おうとして一生懸命勉強するんです。で、有名な学校に入学したら当然親は喜ぶんです。でもその、ね、進学校に入ったけども僕はこの学校には向いてない、でお母さん辞めるって言ったら、あなたがそんな子だと思ってなかった。大体あなたのために一体これまでどんだけお金をどれだけお金をかけたというのって言われた子供は親に信頼されてないって思うでしょ。で、そういう親子関係良くなるはずないじゃない。だからあなたの人生だから、あなたが自分で決めていいのよって言ってくれる親は信頼できますし、いい親子関係が築けるんです。小学生の時にその友達がね、そのクラスの女の子がね、みんなにいじめられてたんです。で、みんなに叩かれ、バッシングされてたんですけど、彼だけはねその彼女を守ってた男性なんですけど、ね、うん、で、そういう状況でね、その女の子を守ろうとしたら、お前はあの子が好きなんじゃないかとかね、言われるんですよ。でも彼がね、全然そんなことひるまず一緒に帰ってたって、でも彼女にとってその僕の友人のような存在があることは、その後の人生きっと変えると思う、でも自分を信じてくれる人が一人でもいると思えるのと、で、あるいは実際にそういう人がいる、いない、いるのといないのと大きな違いがあります。だから自分が言ってることが自分でも実現できると思ってないとしても、ね、信じてくれる人がいたらやっぱり頑張ってみようかなって